ウボアオ。皆さんこんばんは。前回浮島のアイスクリームショップを作ったんだけど、別荘にも作ったんのでちょっとご紹介。このアイスクリームショップはミントさんの別荘なのよね。たまたま匠ライフに立ち寄った時にミントさんを見つけたから、勢いで作ってしまったんだよな。匠ライフでミントさんを見つけた人はアイスクリーム屋さんを作ってみてね。うわぁ、ちゃんと僕のマイデザインを使ってくれてるだな。もう5月9日といえばリリアンさんの誕生日。なので私の手作りのリンゴタルトを用意してと。プレゼントが手作りのスイーツ？飛行機に乗って霊夢の島に出発。バースデーパーティー開催中なのでゆっくり楽しんでいってね。リリアンさんの家にレッツゴーだ。確かこの遊園地の隣だったよな。庭にもウサギがいっぱいいるからすぐにわかるわよ。タヌキ社長の木箱が目立ちすぎですね。確かにそうだな。ではお邪魔します。小山田楽しそうなバースデー会場だぜ。ドレミさんが遊びに来てるのもほっこりするポイントね。それじゃあリリアンさんにお誕生日プレゼントを。あー、ラッピングまでしてくれたんだ。食べ物はラッピングじゃなくて箱に入れられるようにしてほしいわよね。次回作ではそうなってほしいな。わあ、リンゴのタルトじゃん。リリアンさん大喜びだぜ。ほんとありがとねー。このセリの帽子お返しってことでもらってよ。セリの帽子って何だっけ？とりあえず着替えて確認ね。これは八百屋さんがセリの時に被ってるやつだな。なかなか個性的なお返しね。というわけで再び匠ライフ。お誕生日会中の住民は匠ライフに呼び出せないから、マリサが私の代わりにリリアンさんの別荘を作ってくれるの？こういう時のためにたまたま見かけたリリアンさんに声をかけていたんだよな。あ、写真を撮ってないということは、指定された家具を置いただけで終了しちゃってるんだぜ。時間のない時とかにお目当ての住民を見つけた場合はおすすめの手段ね。ここで別荘のことなんですがお選択。そういえばまだシェアハウスを作ったことがないんだよな。じゃあ今回初挑戦してみれば。ってことでお客様にぴったりのお相手を見つけてきてね。あ、私が探しに行かないといけないのか。リリアンさんと相性の良さそうな住民、マリサのセンスが問われるわね。グルミンさんは元気系だから性格が被っちゃうな。アイダ様はちょっとキャラが濃いわよね。じゃあラムネさんがいいかな。すでに別荘を持ってる住民を誘うと前に作った別荘は消えるらしいわよ。なかなか条件が厳しいな。霊夢、良さげな住民を発見したぞ。ジャスミンさんがエミーさんに被って全然見えないわね。ジャスミンさんはハチパラを始めた初期の頃に別荘を作ったから家具の種類が少なかったり、部屋が狭かったりと別荘をリフォームする余地があったからちょうど良かったぜ。それでどういう方針で別荘を作るの？別荘の外観は豪邸っぽくしたいかな。二人で住むんだからそれがいいかもね。この赤いレンガのお家をいろいろ飾っていくぞ。まず用意するのはお城の塔を二つ。高い家具を使ってもらっても嬉しくないのはなぜなんだろう。それはタヌキチの懐に入らないからでしょ？疑問に思うほどのものでもありませんね。お城の塔の間にお城の門を置いてお家をうまい具合に隠すと、豪邸っぽくなったわね。次は家の前に石畳を塗り塗り。石畳よりもレンガの方がいいわよ。というわけでレンガに変更。レンガの方がお城家具の色に合ってるでしょ？お城家具の色とリリアンさんの好みに合わせてリンゴの木を角に植えていくぜ。これじゃあ島くりでいっぱい使ってる低木を植えるところがあまりないわね。なのでプルメリアをちょこっとだけ植えるぜ。あ、左の中途半端なスペースがすごい扱いづらいんだけど。でも何か置かないとね。二人で仲良く川とか滝を眺められるように丸太のベンチでも置いておこうかな。ベンチの横のガーデンライトがポイントなのね。あとは正面を飾らないとな。狭いから飾るのが難しそうだけど、庭というよりも広場っぽくしておくぜ。ってことはマイル株の出番ね。ハキパラだとマイルを気にせずに飾れますからね。ハキパラでも少しは僕が儲かるシステムにしてほしいだな。もそんなシステムを導入するといっぱい苦情が来ちゃいますよ。それは嫌だな。も真ん中に広場のベンチと丸いトピアリーを置いて広場の休憩場所を作ったぜ。左に巣箱とバードバスがあるのが可愛いですね。小鳥が飛んできても食べないでね。食べるところ少ないですしね。それでは部屋の中を作っていくぞ。部屋の大きさは 10×10 にするのね。二人分のスペースを作るとなると一番広くするのがいいと思うぜ。部屋全体が赤い。あ、また奥に裏庭の壁を使うのね。部屋の奥を外にするのが一番作りやすいんだよな。今回は赤レンガのラグを奥に置いて外を作るのね。今回は外を生活感あふれる感じにしたいぜ。あ、物干しスタンド。真ん中に盆栽棚を置いたりだとか、右に物置を設置しちゃうぜ。確かに生活感があふれてるわね。おお、僕のマイデザイン。最近あまりマイデザインを貼れてないから今回は積極的に貼っていくぜ。タヌキチ社長より目立つように。貼ってほしいわよね。リリアンさんたちの別荘なんだからあまり目立たない方がいいだな。もと社長がおっしゃってるのでタヌキチ社長のマイデザインは貼らない方向で。余計なことを言ってしまっただな。も、あ、今回は外との境目に仕切り壁じゃなくてシンプルな仕切りカウンター H を使うのね。この方が部屋全体が明るくなるからな。で、この仕切りカウンターの手前にテーブルやらなんやかんやを置いて、
ダイニングを作るぞ。外を見ながらのお食事ね。テーブルはノルディック椅子はお気に入りのカントリーな椅子だぜ。カウンターの上には食べ物系の兜と木製のオルゴールを飾っておくぜ。それにしても野菜バスケットのレシピってなかなか出ないわよね。まだ覚えてないレシピと全然出会えないぜ。木製ボールパーテーション M なんてどう使うの？椅子の後ろに置いてテーブル周りを個室っぽくしてみるんだけどどうかな？新しい試み、いいんじゃないかな。上から見るとこんな感じだぜ。色をチェリーウッドに変えてと、棚ができると色々小物を乗せたくなっちゃうな。植物株ばかり飾るのね。賑やかになるし飾りやすいからだぜ。二人で仲良く料理をしてほしいからアイランドキッチンを真ん中に設置。玄関を入ってすぐにキッチンだなんてなかなか大胆な構図ね。目立つところにキッチンがあると料理をしたくならないかな？そうですね、食材があればなお料理がはかどりますね。あ、羊住民がいなくてよかったわね。しずえさんはジンギスカンが大好きだなも。リリアンさんに料理してもらうためにリンゴの段ボールをここに。生のリンゴが好きだったら全然料理しないかもね。私もアップルパイとか好きだけど生のリンゴを食べる方が圧倒的に多いものな。というわけなので料理向きの素材もここに置いておくぜ。ウサギは人参をあまり食べないという話もあるんだけどね。左の通路は洗濯スペースにしようかな。近くに物干しスタンドもあるしいいんじゃないかな。あ、服が抜き地に。この中じゃ僕が一番有名だからね。服にするなら当然僕の顔だなも。タヌキチにマウントを取られるとなんかムカつくわね。動物の森の歴史は長いですからね。リストラされることを願いましょ。ほぼ主役の僕がリストラはありえないだなも。で、マリサその壺は？これはジャスミンさんの別荘にあった蜂蜜入りの壺だぜ。蜂蜜入りというのはマリサさんの作った設定です。それとジャスミンさんは読書が好きそうだから、木製の本棚をここに2つ並べてと、ウサギとコグマ、2人の種族に関連するアイテムも飾りたいな。なるほど夢かわなシェルフね。上にもウサギとクマを乗せておかないとな。せっかくだから二人の写真も飾ればいいのに。それは妙案だぜ。この木製オープンシェルフが写真を飾るのにぴったりだぜ。あ、ちゃっかりマリサも仲間に入ってるのね。玄関先の定番アイテムも飾っておくぞ。アイアンハンガースタンドね。それと傘立てもだぜ。あ、まだラグを敷いてなかったな。ちょっとジャスミンさん要素が少ないからラグはチャイナ系を取り入れるぜ。部屋全体が赤いから結構マッチしてるわね。壁掛け家具はあまりいらないかな。とは言ってもタヌキの壁掛け時計は飾っちゃうのね。壁掛け時計の中じゃ最強クラスに可愛いからな。タヌキは可愛い動物だからね。まあ確かにタヌキは可愛いわよね。タヌキはなので僕も可愛いだなも。はい、そうですね。マリサベランダに何を釣ってるの？バードモビールっていう家具なんだけど、鳥が飛んでるみたいに見える面白い家具ね。というわけで1階はこんな感じ。2階はどうするの？2階は2人の寝室を作ったぜ。これが今回唯一の私のマイデザイン。1階は木製のオルゴールに貼ったんだけど、目立ちすぎは良くないからね。なんかいろいろ腑に落ちないわね。ではではいつもの演出で完成した部屋を見ていこうじゃないか。お裁縫でカラフルにっていう要素がほとんどないわね。リフォームするときは指定された家具を使わなくて OK なんだぜ。なるほど、自由に部屋作りをできるというわけね。二人の写真が並んでるのが可愛い。あ、ここ私が混ざらない方が良かったかもな。ちょいちょいしずえさんのマイデザインが目立つんですが、私そこそこ人気なんですよ。カメラアングルが下手すぎね。この演出毎度のことだぜ。カメラワークを自由に設定できればいいのに。というわけで今回はここまで。次回もよろしく。もももー。